労働時間短縮の新たな動きベトナムでは労働者の生活の質を向上させるために労働時間短縮案が注目を集めていますベトナム人労働者の生産性が低いことがニュースになっているにもかかわらずです国会議員のグエンギエンリアン氏が1日8時間週40時間の労働時間制を提案しました 多くの労働者が1日1ゼロ十2時間も働いており生活の時間が十分に取れていないという現状があります労働者からの前向きな反応ナム銀賞の工場で働くグエンディアイン氏はこの提案を強く支持しています彼女は労働時間が短縮されれば家族との時間が増え 自身の健康回復にもつながりますす。と話していますまた残業代の増加も期待されており30分の残業で約20万ドンの追加収入が得られる可能性があります労働組合からの具体的な提案チャンシンベトナム社の労働組合代表団当案当氏は段階的な労働時間短縮を提案しています 現在の週48時間から44時間、そして最終的に40時間へと徐々に減らしていく案です。当氏はベトナムの労働者の生産性は高く、近隣諸国と比べても遜色ありません。しかし、労働時間は中国やインドネシアよりも長いのが現状ですと説明しています。労働環境改善への期待。 労働時間短縮は労働者の健康回復や労働災害の減少仕事の効率向上につながると期待されていますベトナム労働総同盟の方ギ・キム・ガン労働関係局長は労働時間短縮は労働者の権利拡大と生活の質向上を目指す重要な社会保障の目標ですと述べています コロナ後の経済回復期に入り企業の事業計画見直しとともに労働環境改善の後期と捉えられています VTV 調査労働時間の短縮は可能か VTV は締め切りに追われずデートする時間を増やし人生のパートナーを見つける時間を取る方針に舵を切ることは可能なのか調査しました調査概要 VTV は2024年8月にベトナム国内の労働者を対象とした調査を実施しました調査対象はさまざまな業種年齢層の労働者であり労働時間仕事への満足度生活の質などを質問しました調査結果調査結果によると ベトナムの労働者は平均41.6時間週働いておりそのうち25%の労働者は49時間週を超えて働いていますしかし労働時間短縮が必ずしも生産性向上につながるわけではありません調査では労働時間短縮によって業務の質の低下労働者のモチベーション低下 企業の収益悪化などの問題が生じる可能性が示唆されています。業業務の質ののの質低低下、下、労働者のモチベーション低下企業の収益悪化などの問題が生じる可能性が示唆されています。パートナーを見つける用水証するには労働時間の削減が対策ではない。VTV のオンラインアンケートによると。 54%が自分か家族のために時間を使うと回答し、ついでに25%が寝ると回答しています。デートに行くと回答した人は最小の8%に止まりました。労働時間短縮のメリットとデメリット。労働時間短縮には、ワークライフバランスの改善や、労働者の健康増進などのメリットがあります。しかし、 同時に業務の効率化が困難になる人件費が増加するなどのデメリットも存在しますまとめ労働時間短縮は労働者の生活の質向上につながる可能性がありますが必ずしも生産性向上につながるわけではありませんベトナムの労働環境改善に向けては労働時間短縮 教育制度の充実や労働市場の改革などの対策が必要となります。このチャンネルではベトナムのニュースを発信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。